ケロケロ見聞録井の中の河津大学生が大会のあれこれ聞いてみたポッドキャストポッドキャストではケロケロ見聞録のダイジェスト版のほか番組内では紹介しきれなかったお便りを紹介していきます二部構成で前半では番組のダイジェスト後半ではお便りを紹介していますのでぜひお聞きくださいケロケロ見聞録ここからは学生ゲストでメディアンリアンのメンバーでもあるまほちゃんこと 菅原さんにも新たに加わってもらい、今後私たちはどのように防災にことについて考えていけばよいか、災害を自分ごととして捉えることの難しさについて議論を深めたいと思います。ではまず、ま帆ちゃんの自己紹介からお願いします。はい。皆さんこんばんは。そしてはじめまして、九州大学競争学部3年の菅原真帆です。趣味はラジオと音楽を聞くことと早起きです。 今は大学で気象学を中心に勉強していますその中でも特に気象災害にも関心があります今日はよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししますじゃあまずまほちゃんなんで気象災害に興味を持ったのもともと空が好きで気象の研究をしたいなって思ってたんだけどそれに加えて私の出身が宮城県仙台市で当時仙台市で東日本大震災を経験して 自然災害の恐ろししさを実感したんだけど、うん、その時に自然はポジティブな面とネガティブな面どっちも持つんだなっていうことを知ってその両面に関わっていきたいなと思ったから気象と災害を組み合わせた気象災害をやりたいなって思った私と小野翔は大きな災害を経験したことがないから真帆ちゃんの東日本大震災での被災の経験をもう少し詳しく教えてほしい、うん、そうだね東日本大震災は 本当に大きな災害でいまだにまだ解決してない災害だし、うんだね、とても広範囲に被害が及んでるんだけどその中でも特に私が衝撃的だったのが地震が起きたら原発事故が起こるっていうことを当時小学生だった私が知ることができなかったから災害が起きてからその原発事故が起きたっていうことを後から知って、うん、それがとても印象深かったな。 そうだよね2011年って言ったら流行語対象に「想定外」とかあと原発関連でいうと「安全神話」とかがあったと思うんだけど、まあ、あとはニュースで「未曾有の災害」っていった単語がすごいいっぱい出てきてそこからやっぱり最近のニュースでもそういった単語が使われててそこら辺がやっぱ印象的だったよね。 うん、なんか私もその時小学生だったんだけど「うん、未曾有」っていう言葉がやっぱり分からなくて、うん、辞書で調べてあ想定外というか起こるかどうかわからないことを意味してるんだっていうのに気づけて、うん、まあその辺から私も未曾有とか想定外っていうのには結構意識するようになったかな。うん、うんうん まほちゃんが経験した東日本大震災でさっき言ってくれてた原発の事故以外にもし想定外だったこと未曾有だったことがあったら教えてほしいな、うんうん、地震が起きたらその後にインフラが全て止まっちゃったんだけど、うん、水と電気とガスが結構しばらく止まっちゃって長いものだと1ヶ月くらい止まってたものもあったんだけどこれまで当たり前だった生活が一瞬の地震で 急にできなくなったっていうことが想像してなかったからその生活を受け入れること自体が夢のようというか、うん、あまり現実感がなかったなそうなんだ地震が来ることは想定できてたのそうだねもともと宮城県はその前にもいくつか大きな地震があったから地震が来るっていうことは分かってたから例えば棚が落ちないような固定する工夫とか 物が落ちななな。ないいよううう工夫とか、そそったた地震対策はできてたなそうなんだ過去からは学んんでたんだ。今のその地震が来ることは分かってたけどみたいな感じと似たようなことは自分もあの九州北部豪雨の時に考えたことがあって、うん、自分の実家の近くに貯水池があるんだけどそこが豪雨の時にもし決壊したら自分の家が沈んじゃうっていうことは前から まあ幸いその時は決壊しなかったんだけどもし決壊していったらその時どういうふうに行動したらいいかどう対処したらいいのかっていったところはやっぱり想像できてなかったから、うん、なんかそこと通じるものを感じたかな今聞いてて力丸さんのお話でも「イメージ」「想定」っていうのは防災のキーワードだとおっしゃってたけど、うん、まそれができないから災害が起こった時の 被害が大きくなったり課題だなって感じるんだよね多分そうだね池丸さんの話の中だとやっぱり、うん、その防災の中で基本的な考えとして一番大事なのはやっぱり被害を減らすことが大事でそのためにイメージをしなきゃいけないよねっていうことがまあ何回も言われていたことだったかなうんそしてそのイメージするための例として避難訓練に参加したり電気を消したり、うん 近所付き合いいを大事にしたりっていうことが挙げられていたよねうん、うん、なんかそれはすっごい大事だなっていうのは感じるんだけどそれって難しくないっていう思いも少しあって私は防災についてしっかり考えたことないし身近に感じてないしまあもうぶっちゃけちゃうと興味もないっていうような、うん、あのタイプの人なんだけど、うん、だからこそこう近所付き合いをしてそれがどう防災につながるのか。 防災訓練をしたからといって、まあ、実際にどうやって活かせるのかがつながらない人っていうのは、まあ、私も含めリスナーさんにも多いんじゃないかなって思うんだけど、うん、どううなんだろう確かにゆきちゃんみたいに災害についてあまり知らなかったりあまり実感が湧かなかったりするような人にも災害に興味を持ってもらうためにはそのののための事前の段階っていうのが必要になるよね、うん。 考えたことないとか身近に感じてないからもうそもそも防災を考える前の段階扉の前にいるような気がする、うん、けどなんか小野翔と真帆ちゃんはもう実際に防災について考えたことがあったり真帆ちゃんだったら被災したっていう経験があるから、まあ、次はこの明日起きたらどうしようっていう自分ごと化するためのハードルの前にいるのかなっていうような気がして段階が違うような気がしたな。そ、うん、そうだよね、うん、その 興味を持つ前の段階と考えたことあるけど自分ごとができてないっていう2段階があると思っててで、まあ、その立場それぞれの立場があってその立場ごとにできることやらなきゃいけないことっていうのが違うから、うん、まあそこに関して考えていかないきゃいけないのかなって思うんだけど、うん、どうだろうまほちゃんなんか考えてることあるうん、うんうん、そうだね。 例えばそのイメージするっていうことに関して日常的に模擬体験が簡単にできるのかなって思ったんだけど例えば道を歩いていて身の回りの危険性災害が起きた時のリスクっていうのを考えることはできるかなって思って川沿い歩いてたり海沿い歩いてたりしたらもし洪水とか津波が来た時にどうやって逃げるかとかどこに行って何をするのかっていうことは普段 歩,いて歩きながら考えたらいつ災害が起きても対応できるかなって思ったな、まあ,あなるほどねそれすごい大事だよね普段からシミュレーションするっていうのはもうイメージっていう言葉ぴったりだと思うんだけど、うん、なんかそれはやっぱりまほちゃんぐらいのレベル、まあ、つまり災害を経験した人じゃないと、まあ、難しいのかなって思ってて、まあ、私とか、うん まあ、あまり身近に感じてない人にとっては結構ハードルがが高いよよううな気がするあそうだよね1人で、ね、歩いてる時とかはそうやって考えれる人は考えたら災害の、まあ、防災につながるとあ思うんだけど、まあ普段の学校帰りとかやっぱ友達と一緒に帰ることが多いと思ってて、まあ、そういう時にパッて思いついたとしてもそれをまあ言葉にしちゃったりとか。 するのはすごいハードルが高い場から浮いちゃうみたいな感じになるのかなって思ってて、うん、防災について取り組むとか一緒に話して考えるっていう前に、まあ、そもそも防災について取り組むための環境っていうのが必要なのかなって思うねそうだねその今環境作りっていう多分感じの言葉が出てきたと思うんだけどそれについては前から考えたことがあって その学校で義務教育の時とかでもいいし、まあ、大学の必修科目でもいいんだけどそういったところで防災について学ぶ機会っていうのを与えてそういった機会を増やしてあげるそうん、っていうことが、まあ、その日本全体の防災に関する意識の底上げにつながるんじゃないかなって思ってるんだけどどうかな、うんそうだね確かに学校教育で防災を取り入れたら、うん、みんなが防災について触れるっていうきっかけづくりにはなるから。 いいと思うんだけど、うん、ただ義務にしちゃったら結局興味ない人って私も興味ない授業だったらテストのために直前に勉強してあとはもう忘れちゃうっていうことになっちゃうから義務にすると根本的に防災について考えたり実行したりすることはできないんじゃないかな。<ー>うん、私もそのタイプで テスト前に詰めるタイプだったから、まあ、なんか防災訓練とか毎年するし大事だって言われるからこれは大事なんだろうなっていうのは思うんだけどどこか他人事のような気がしてたから、まあ、義務教育で必ずやってくださいって言われたからといって必ずしも災害に対する取り組みを始めれるかっていうとまあそうではないかなって思うんだけど。まあ、私みたいに 身近に災害を感じててない人でもでもきるるるこことと始めれることってある私が思うのは普段やってることってもう防災につながってることがたくさんあるんじゃないかなって思ってて例えばまとめ買いは備蓄につながると思うんだけどあらかじめ家の中に数日分とか数週間分の食料とか日用品があったら災害が起こって家から出られなかったり。 あまり外出して買い物することができないような状況になった時でも家の中で生活することができるなって思ったんだけど、うん、それに加えてあと階段を上るっていうことも防災につながるなって思うんだけど、うん、ゆきちゃんと小野って階段使ういやー使わないね <laughs> <laughs> いつもエレベーターでだってもう階段しんどいもんって思っちゃううん,、うん、うん確かにエレベーターの方が便利だよね、うん でももし地震起きたり停電したりした時ってエレベーター使えなくなっちゃっていつもエレベーターで行ってたところにそういう状況になった時に行くために階段を使うしかないっていう状況になったら困ると思うから確かに事前に階段使って練習しとくと心構えができるなって思った。うーんなるほど 自分はそのモバイルバッテリーが人より結構でかいのを持ってるんだけどそれそういうふうにモバイルバッテリーちょっと容量を大きくしたりとかしたら災害の時に携帯の充電が切れなくなったりとか切れにくくなったりとかするっていうのはあるし、うん、あとは普段から家でスリッパ履いてる人とかはいると思うんだけどそういった人はベッドのそばに寝る時置いとくだけで窓ガラスが割れた時とかに。 もう怪我しなくなるっていうのはよくテレビのニュースとかで聞いたり聞いたことあったよね。うん、そうだね。なるほど、じゃあ防災が他にも活かせるとか日常に関係するっていう場合はやってみるっていうハードルが低いのかな？うん,うん、うんそ、そこに気づけるとね。なるほど。気がつかないうちに防災に取り組んでたっていうんだったら私もやりやすいかなと思ったし、うん、なんか2人の話を聞いて私備蓄やってたって気づけた。 何か,かカレーのルーをあのレトルトのやつをいつも家に置いてて、うんうん、あ,あとレトルトよりももっとおすすめしたいのがお菓子なんだけどお菓,子そうお菓子って賞味期限が結構長いからこう備蓄しやすい置いておきやすいっていうのと、うん、あとは手を汚さずに調理せずに簡単に食べられるものだから。 実際に私も東日本大震災の時に食事の時にお菓子にすごく助けられた経験があっておすすめお腹にもたまるもんねお菓子だったら <laughs> いや面白いねいやなんか2二人の話聞いてるとなんか防災について考える扉っていうのをちょっと開けたような気がしたから、うん、次はなんか無意識的に防災に取り組むんじゃなくてもっと意識的に防災について考えたり取り組んだりしたいなってすごい思った。うんうん そうだねでそこの扉が開けたら、まあ、今のその自分とまほちゃんの段階っていうことに多分なると思うんだけど、まあ、そういう段階に行ったらその力丸さんがおっしゃっていたような避難訓練に積極的に参加してみたり、まあ、災害に対して、まあ、さっき言ってたみたいないろいろ考えてみるといった機会を増やして知識も蓄えていくってことがやっぱり大事になってくるのかな。うん 私はキーワードにしていきたいことがあってうん、うん、自然を正しく知って正しく恐れるっていうことをこれから心に留めておきたいなって思うんだけど、うん、私もともと空も含めて自然が大好きだから、うん、自然とたくさん関わっていきたいって思うんだけどでもやっぱり時には災害のような悲惨なとても影響力の大きいものも引き起こす自然だから、うん、普段から災害怖いから自然嫌いっていうわけじゃなくて。 自然は楽しいしいいこともたくさんあるけどでも時には他の顔も見せるっていうことをためながらこれから気象についても勉強を深めていきたいからその「正しく知って正しく自然を恐れる」っていうことをキーワードに勉強しながら生活にも考えていきたいなって思ったうんリスナーの皆さんももちろんそれぞれに防災の段階があると思うから。 まあ一人一人にあった対策をして、まあいざ災害が起こった時に自分の命を自分で守れるように対策できたらなと思います。ケロケロ見聞録、井の中の河津大学生が大会のあれこれ聞いてみたホットキャストここまでは6月放送のダイジェスト版をお送りしました。ここからは学生ゲストマホ、ま、ちゃんも合わせて、番組内で紹介しきれなかったお便りを紹介していきたいと思います。 では、お便り紹介をしていきます。皆さん、たくさんのお便りをありがとうございます。楽しく読ませていただきました。では、はじめに、時を戻したい瞬間、エピソードについて紹介していきたいと思います。まずは、プラギネさんから。夜更かしをしてしまった時はいつも昨日の夜に時間を戻したいと考えてしまいます。夜の時間ってなんであんなにゲームしたり、アニメ見たりしたくなっちゃうんでしょうね。<ー>と、いただきました。 なるほどなんか夜にいろいろできるプラギネさんがすごいなって思うんですけど、うん、私は朝方なので夜はすぐに寝ちゃってプラギネさんのようにたくさん活動できないので夜を楽しく過ごしているプラギネさんが羨ましいくらいなんですけど、うん、ゆうきちゃんと能條はちなみに夜何してる私は本が大好きなので、えっと、夜はずっと本読んでるかな。うん 本と、うん、あとあったかい紅茶入れて<ー>優雅に過ごしてるめっちゃおしゃれ <laughs> けど, <laughs> 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 けどなんかやっぱりあったかい飲み物飲むと体が温まるし、うん、しかも文字読んでるから、うん、だんだん眠くなってきて、うんね、気づいたら寝てる <laughs> <laughs> 幸せそうな寝つき方だね,そう,ねそ, <laughs> そうそうけどもうプラリネさんみたいにもっと読みたいなっていうかもっと夜を堪能したいなって思うああ<ー> <laughs> 自分はなんかプラリニーさんと同じで本当にゲームしたり動画見たりすることが多くて本当に夜ずっと夜更かしすることが多いんだけど逆に設定すぐ寝れて朝起きて朝方でやっていけるっていうのはすごいこっちとしては羨ましいんだけどどうなんだろうそうだね朝に起きていろいろやっちゃうとうん、うん、逆にこう早く寝られるからの午後の時間はだらけてもいいとか<ー>そういう時間の使い方ができて。 私はなんか先にや,りやらなきゃいけないことを終わらせてあとは楽したい派だからそういう理由で朝方やってるかなうん、ね、けどんか静かで音ないから、うん、なんかやりたいこととか好きなことにすごい没頭できるような感じはするね,ね、まあ、だからなのかなねずっと寝ら,れ寝られずにやっちゃうっていうのはあそれもあるかもねうん、うん、なるほどね確かに なんか今のお話聞いてると夜って無限大の可能性があるって,言て <laughs> そんな大げさな <laughs> <laughs> でもできるし人それぞれ夜の使い方ってあるから、うん、皆さんの夜の過ごし方も聞いてみたいなって思いました、うん、はいありがとうございますでは続いてお布団さんからのお便りです、はい、いつも朝起きると寝てた時間に戻りたいなと思ってますとのことです お布団さんっていう名前も寝るの好きそうな名前だよね。いいね。そうだねなんか自分は朝一応強いなとは思ってるんだけどそれでもやっぱり余裕があると二度寝したいとかやっぱ思っちゃうからそうや、ね、うもう寝てた時,代に時間に戻りたいって思ってるのかなやっぱり。うんそうだね私もお布団さんに共感なんだけど、うん、寝てる時間って なぜかあっという間に感じるどれだけ10時間寝ても5時間寝ても結局10分くらいの間隔に感じちゃってめっちゃあっという間だからやっぱりもうちょっと寝たかったって毎朝思うんだけどでも私さっきも言ったように早起きを頑張ってて遅くても5時には起きるように最近はしてるんだけどって早くない私からしたらもう遅いんだけど。でも でも得意ってていうわけじゃなくてあ<ー>そう頑張ってやってるから早起き頑張るコツとしては好きな曲を目覚ましにしてあ<ー>気分を上げてから起きるっていうことをやってるな<や>と友達に結構驚かれたのがいい私朝の目覚ましにはすごいうるさい系の曲をかけてて。意外めちちゃゃく めっちゃ強制的に起こしてるな。なんならクラシックとか聞いてそう、ねうん。優雅な感じはまほちゃんするけどね。<laughs> うん、意外とそうなんだ。なんか私はそのなんかなんだろう。そう。無理やり起こそうと思って目覚まし3つぐらいかけるんだけど、ええ、うん、<ー>6時に起きるって言って宣言して寝て、うん、起きたら8時とか。あ<ー>そ,うそうそう。そう <laughs> まあ、寝るの大好きだから、もう本当に戻りたい。なんか？ ボストンさんに共,共感の嵐 <laughs>。<laughs> そうよね。まあまあ、お父さんありがとうございました。じゃあえっと次のお便り行きたいと思います、えー。次はパスカルさんから、えー、中学校の部活が終わりに近づいている頃、力不足で出ることが少なかった。公式戦に出ることができた時に、コーナーキックで味方からのパスをもらってヘディングシュートをしたら、とにかく必死だったために狙いが定まってい,たいなくて。 ゴールを決めることができませんでした決まっていたら初ゴールが公式戦でのものとなった上にヘディングシュートしかもチームの大事な勝利に貢献できたのにと思うと今でも悔しさが色あせませんみんなにまたサッカーがしたいですですごいねな青春だよね, <laughs> ね青春っていう感じするね<ー>しかもこのエピソードからパスカルさんの勇気がすごい伝わってくるなと思って,てこの なんだろうなかなか出れなかった公式戦に出,出れてもう嬉しいその段階でもすごいなんか緊張とかもするだろうけど、うん、まあなんかピンチな時にゴールを狙ってチームの勝利のために頑張ったっていうのが伝わってきたから、うん、私はそのピンチの時にそういう判断ができない気がするから尊敬するこれはすごいなって。 パスカルさんの思い出がとても濃くて、うんね、すごく充実した中学生活を送ってたのかなって想像できたんだけど、うん、私は部活入ってはいたけどとても緩い部活だったからここまでの濃い思い出を部活で作ることはできなかったなって思うんだけど、うん、ただ今大学生になって振り返ってみると中学時代とか高校時代って。 大学生ではもう味わえない青春というか、うん、<あ>何か違うものがね<う>あるねね <laughs> なんかやっぱりクラスとか部活とかそういう単位でみんなで頑張るっていう行事とかも含めていろいろあったから、うん、そういう思い出って大切だったし今でも心の中に残ってるなって思い出したそうだよね自分はなんだろう特に高校の時とかは 本当に虚無ななななな時間を過ごしししたたってててて記憶がなくて <laughs> 青春いいいやーしてないんじゃない多分 <laughs> 本当に部活も人数少なくて合唱やってたんだけど本当に一人でずっと歌わされるとかそんなに大変だったなって思い出ばっかで本当にそのパスカルさんみたいに、まあ、悔しいっては言ってたけどそれでもその悔しいも含めてやっぱり思い出だからうそういった充実した学校生活っていうのが遅れててすごい羨ましいなって思ってたね。 あそうだよね、うん、しかもみんなでまたサッカーがしたい、ねうん、いいねコロナで今できないかもだけど、ね、コロナが終わった時に懐かしいメンバーで集まって楽しんでいただけたらなと思いますでは続いて番組本編でも取り扱っていたまず、えっと、いちごシャーベットさんから対策どんなことしてますか アジサイさんからは「防災対策何もしていないので何すればいいか教えてください」「松田家のつゆさんからは防災への備えはどのようなことをしているのか聞きたいです」とのことで対策に関するお便りがたくさん来ていました、うん、じゃあもうここは災害のプロまほちゃんにいっぱい聞こうかなと思うんですけど <laughs> う、ね、どうでしょうか私が気をつけてるポイントは、うん、まずはベッドと棚の位置は重要かなと思っていて。うん 寝てるときに地震が起きたら起きてもし頭とかに棚が落ちてきちゃったら危ないから、うん、そういう間取りには気をつけているかなっていうのとあとは携帯の充電も気にしてるんだけど、うん、停電になって充電ができなくなったりあと実際東日本大震災の時に地震直後って電話が全然つながらなくて、うん、そうやってこうずっと電話つけたり消したりこうかけたりかけ直したりしてると。 どどんどん充電なくなくっちゃうから、うん、私は必要な時に携帯を使えるようにあまり使わないようにしたり充電ちゃんと気をつけたりしてるかなあとはやっぱり私がおおすすめしたいののはお菓子の常備でこれはもう普段から普通にお菓子を食べてるから家にあると思うし、うん、いつもよりちょっと多めに家に準備しておくといざとなった時にも安心かなって思う。 うんちょっと充電は気をつけるわ私 <laughs> 携帯の充電いつも20%前後で<ー>朝から20%しかないみたいな感じだからこの間もモバイルバッテリー貸したもんねもう <laughs> そうそうモバイルバッテリーがないと多分もうダメな気がする <laughs> だからちょっと満帆にして、うん、日々生活しようかなと思います、うん、<laughs> 気をつけてくださいい <laughs> 素敵な対策をありがとうございます <laughs>、はいはい、<laughs> では次のお便りに行きます次は秋野さくらさんから。 地域とつながりの深い九大、万が一災害があった時の連携はどう展開されますかっていうすごい難しいね。難しいとこ来ましたね。じゃ、うん、なんか私は聞いたことがあるのは、うん、えっと九州北部豪雨の時に。 筑飛線っていう旧大から一番近い電車が止まっちゃった、うん、でそれでやっぱりこう博多とか天神っていう中心街に帰る人だったり佐賀に帰る人が旧大、うんまあ、付近に閉じ込められちゃって帰宅難民になったっていう話を聞いたんだけど、うん、なんかその時に旧大が何かしたかって言われると意外とそうじゃなかったみたいで、うん、なんか防災グッズとかもそ,そんなになかったみたいな。 感じだからもう、まあ、に頼りすぎるののくないのかないかとは思うんだよねうーんでしかもなんかあの地域の方に聞いたのは、うん、なんか地域と旧大をもっと連携させて災害が起こった時に旧、うん、大と地域で一緒に頑張っていこうみたいなのをしようっていう話が出てるみたいであ、えー、なんか現在のこの地域 近くの地域は、うん、えと公民館が避難場所らしいんだけど、うん、まあそこは、うん、あの川が近くて<ー>か地震とか災害の種類によっては大丈夫な避難場所だけど川が氾濫したりしたらもうそこの公民館、うん、避難場所として使えないみたいなそ,そうそうだからこそ宮台に力を貸しししててててほいいいいっていうのはすごい声として聞いてきた、うん、確かに大事だね。 旧大ってやっぱりその森というか山を切り開いてなかった場所にできたからまあ地域の人ともっともっとあの連携するというか関わっていった方がいいねってんか逆に私たち学生から旧大にお願いしたい何か災害に対する願いみたいなあるそうだね 今、うん、パッて浮かんだのはあの旧大ってあの駐車場とか入るためのゲートゲートバーがあるんだけど、うん、それがもし災害の時に降りたまんまだったら多分その旧大の近くってお年寄りの方とか子供連れの方とか多いから車で避難したいっていう人たちが多いと思うんだけどうん、うん、そういう人たちがその駐車場を利用しにくいっていう状況になっちゃうと大変だなって思ったかな。うんうん、あ確かに そもそもそでに入れなくなくっちゃううう、ね、うそうそうそかうんか私はもう毛布とか非常食の準備を9大である程度1日分だけでもいいからしてほしいなと思うであとなんかあの女性用の衛生用品の準備っていうのは最近防災の観点で取り上げられてるようなそうそうよく見てるから、うん、その辺もやっぱり こう、非日常になった時に少しでも安心できるような材料を揃えてもらえるっていうのは全然違うのかな。心の面で違うのかな。うん思うからその辺はしてほしいなと思う、うんうんうん。私は今のさっきのゆきちゃんが教えてくれたつ。旧大と地域のつながりについて全く知らなかったから、実際九大が災害に対して何を行ってるのかっていうことを全然知らないなって。 気づいて、うん、だからこそ球大は災害が起きた時に何するかっていうのは分かりやすく教えてほしいなって思うものとあと簡単なことで言ったら非常口とかを分かりやすくこうなんか教えてほしいな<ー>もし大学にいたら、ね、私災害起きたら何,何ができるかなって思ったら結構焦っちゃいそうで確かになんか授業中とかにも焦らずに対応できるように教えてほしいなって思った。うんうん なんかねあの最近初めて聞いてびっくりしたんだけど旧大のアンピックっていうあのメールが届くことがたまにあって防災関連のメールを送ってくださいっていうのがたまに来るんだけどそこに避難訓練しますよっていう参加しませんかっていうなんかお知らせみたいなのがあったらしくて。へー 知らなかった私もねなんかびっくりしてそんなことやってたんだっていう、うん、確かになんかその辺知らせてほしいね,うね,ねもうちょっとねちゃんとね知らせてくれてる、うん、もうすでに知らせてくれてるから、うん、それをもっとみんなが認知できるような取り組みがあった方がねいい気はするねそうだね、うん、どうだろう今ので答えになったかな地域とはもっと大、ねね、繋大ならなきゃいけないね,ねいまだね うん、私たち学生もね、もっと地域に関わっていって、うん、地域ぐるみでさっきもあの番組本編でも言ってた防災に強い街っていうのを、うん、旧大を中心にできたらね、うん、いいなって思いますね、うん、以上お便り紹介でしたたくさんのお便りありがとうございましたお楽しみいただけたでしょうかケロケロ見聞録は毎月第1日曜日の夜に放送しているので興味のある方はぜひ次回の放送も聞いてみてくださいね ハッシュタグは番組名でもあるケロケロ見聞録です「ケロケロ見聞録」「ポッドキャスト」でした「LoveFM Podcast」「LoveFM」のホームページではポッドキャストを配信中スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます「LoveFM.co.jp」にアクセスしてくださいね「LoveFM Podcast」